なんかトイレ我慢してるみたいな。マーチーゲーミング、皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、タコイチ様子のおかしいアニメーションが登場したということで、ちょっとですね今回見ていきたいと思います。これはねもうね、ダイナミックヘッズつけてた方が面白さ5億倍って感じなので、勝手にダイナミックヘッズ代表マチコ、そちらを皆さんとシェアしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。結構さ、これ立ち方さ、皆さん何にしてるのかなって感じなんですが、マーチューはね、一番こちらのスタンダードなやつなんですよ。歩くとこんな感じだし、走るとこんな感じ。で、このスタイリッシュっていうのも持ってるんですよ。これはね、足が揃ってるので、着物を着るときなんかにはこちらのアニメーションにします。で、今回様子のおかしいアニメーションというのがこちらのボールドアイドルというやつなんですよね。さあ、こちらどんな風に様子がおかしいんでしょうか。マチコ完全に装備して出てきたいと思います。え？ちょっと腰がクイッとなんか。え、どうですかこれ、ちょっと様子おかしいよねマチコ。これね、歩くとねまた面白いんですよ。じゃあ行きます。ねえねえ、これさ、なんかトイレ我慢してるみたいな。トイレ我慢ウォーク、後ろから見るとこんな感じですね。うざねえ、うざくない。様子がおかしくなるレベル2ということで、ご覧いただきましょう。3、2、1、GO! ダメ、マチコ、これは漏れてない。ちょ、なんなんこれ。後ろから見るとこんな感じ、おかしくない？なんか、いや、おかしさを前面に出しているアニメーションとしてはもう多くないぐらいの最高の出来ですけど、いや、これすごいんですよ、これ。もちろんジャンプとかも様子がおかしいんですよね。じゃあちょっとご覧に入れましょう。せーの。見た、今顔。うん、あ、食べてた米が口から出ちゃったみたいな、そういうジャンプです、これ。ちょ、待て。はしご、はしご。顔が打つ。なんでそんな難しそうな顔して登ってるんだ君は。ファイトー、一発。とにかく様子がおかしいアニメーションが加わったんですよね。まあただそれだけの話です。どう、なんか歩き方だね。どうこれ、何これ。ちょっと飛びます。どうこれ、落ちてるみたいになってるよ。え、だって飛んでんだもん。落ちてるみたいだね。普通は仮面みたいな格好なんだけどね。あ、やや受け。やや受け。よく顔見ててね、仮面。いくよ。どう。え。じゃあちょっとマーチーは一人で茶番取ってくる。仮面は仮面さ、あ、もういない。仮面は仮面様として声出演してじゃん。マーチーは食べ過ぎにより若干ムッチーになっていた。やばい、食べ過ぎた、もう顔がムッチーだよ。そこにカメ様が現れた。そのムッチー直せるよ。え、じゃあ直してもらいたいです。いいよ、カメカメ。カメ様はマーチーを少しだけスリムにする代わりにマーチーの様子をおかしくしてしまった。あれ、何もしてないのにこのポージングだ、なんで。マチコは夕飯の買い物に行かなければならなかったが、自分の走り方がおかしいことに気がついた。なんか走り方がおかしい、なんだこの走り方は。まごまごしている様子を隣の家のよっちゃんが見ていた。よっちゃんはまごまごしているマーチの様子をスマホで撮った。そしてよっちゃんはその動画を SNS で拡散した。するとその拡散動画は瞬く間にバズり、1日でなんと500万回再生されてしまった。マーチーは偶然にもその動画を見つけてしまった。これ値じゃん、なんか500万再生回ってる。でもなんかちょっと嬉しい。マーチーはミーハーなのでちょっと喜んだ。またその拡散動画はとある有名なデザイナーの目に留まっていた。
なんだこの美しいフォルムは、これは個性的すぎる。1日で500万回再生されるその影響力、ぜひうちのブランドで活躍していただきたい。そのデザイナーは位置情報から場所を特定し、マチコの家にやってきた。すみません、こちらにあの美しいウォーキングをする女性はいらっしゃいませんか？何ですか？なんかこ、こわ、こわ。私はシャネリーというハイブランドのデザイナーをしているものです。あなたの動画見ましたよ。ぜひ一度あなたの写真を撮らせていただきたいんです。この人テレビで見たことある。やってみようかな。マーチーはミーハーなので写真を撮ってもらうことにした。こうしてマーチーは様子のおかしい写真が街中に貼り出され、亀にめちゃくちゃ怒られたんだそうな。いい写真だ。はい、というわけで今回は様子のおかしいアニメーションについて詳しく見てみました。いかがだったでしょうか？まあ詳しく見てっていうか、普通にこうやって歩いてただけなんですが、もうこれはね、ぜひダイナミックヘッズをつけて皆様試していただきたい。これ本当にマジでもうお顔命って感じだからね。これどうですか、皆さん的にいいですか悪いですか？謎くないこれは。ってことで、そんなに安くないもんですけど、よかったら皆様試してみてくださいね。というわけで、それでは今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またね。